アルマゲドンは後から来る。新型コロナウイルス感染拡大下でも開催がゴリ押しされている東京五輪。海外メディアは安全よりも金に目がくらむ主催者側を糾弾している。米紙ザ・ネーションは東京五輪について危険にさらされていると報道。正気であれば延期されていたが、金が全ての懸念を打ち負かしたとバッサリだ。記事では、東京がすでに浪費した300億ドル、約3兆3000万円の資金を取り戻すため、また IOC は中止となれば失われる、放映権料40億ドル、約4400億円を維持するために、開催を強行すると指摘。何十億ドルを取り戻すために、事実上ワクチン接種を受けていない国で五輪を開催することは許しがたいことだと批判した。さらに、政府の新型コロナ分科会の尾身茂会長が、本来はパンデミック、世界的大流行でやることが普通ではないと発言するなど、専門家からも厳しい意見が出ていることに言及。菅義偉首相は、延期、またはキャンセルに関して、IOC が全てのカードを保持していると繰り返し、責任を押し付けるだけ、と日本トップの無責任ぶりも非難した。同氏は IOC の重鎮リック・パウンド委員のアルマゲドンが起きない限り東京五輪はできる発言にも触れた。大会の前にアルマゲドンは起こらないかもしれないが、彼らが前へとゴリ押しするなら余波は間違いなく似たような状態で生じるだろうと、悲劇的状況が後から来る可能性を示唆した。海外からも開催強行は破滅行為と見えているようだ。